アーサー・ディオシーを描いた記が、1902年、バニティフェア誌に掲載された。描いたのは、スパイの筆名で活動したレスリー・ワード、アーサー・ディオシーは、イギリスの講演活動家、著述家、ロンドン日本協会設立者であり、理事長、副会長を務めた。1856年6月6日、ロンドンのパディントンで生まれた。父のマーティンは、ハンガリーの独立運動家、コシュートラヨシュの秘書を務めた人物で、ハンガリー革命の敗北後に死刑宣告を受けて、イギリスに亡命し、商業を営みながら亡命ハンガリー人による政治運動に関わり続けた。母レオニーは、フランス出身で、アルザスの将校とスペイン人の血を引くという。幼少時に病弱であったディオシーは、主として家庭で父から教育を受けた。幼少の時から外国語に親しむ環境にあり、長じて英語、ハンガリー語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、日本語に堪能、オランダ語、ポルトガル語も理解可能という言語通になる。日本への関心は、10歳の頃に読んだ中国に関するフランス語の本の中に登場する日本に興味を持ったことに始まるという。日本に関する本を読むためにオランダ語やポルトガル語を学び、カンフッツ英大正辞典を自ら編纂、また、初歩の口語日本語文法書を手に入れて読習した。1867年頃には、日本人との最初の出会いを得た。劇場で、外山昭一、林忠、菊池大六ら8人の日本人留学生と偶然に出会ったもので、彼らと言葉を交わした。1868年、ロンドンインターナショナルカレッジに入学。この学校は各国の学生が集まって学ぶ国際教育の初期の試みを行った学校である。1871年、ドイツに留学し、リップシュタットとデュッセルドルフで高校に通った。帰国後は海軍砲兵隊に志願し、1875年から1882年まで訓練を受けた。学校を終える頃、高額のため手に入れられなかったヘボンの辞典を、食費を削るなどの倹約を積み重ねて購入。また1873年に、ロンドンで出版された、馬場達井の日本語文典を手に入れて読習した。1876年、ディオシーは、劇場で偶然隣に座った、日本人に生まれて、初めて、日本語で話しかけたが、その相手が馬場であったというエピソードがある。1877年、ロンドンにいる各国留学生の交流を目的に、ジュニアコスモポリタンクラブを結成。長くは続かなかった会ではあるが、日本人、ハンガリー人、イギリス人を中心とする約70名の会員を擁した。日本人メンバーには、井上勝之助や長岡森義、大越重則、中見川彦次郎らがいた。1882年、フロレンス・ヒルと結婚。1891年9月9日、ロンドンで開催された国際東洋学者会議日本文化会において、ディオシーは日本研究促進のための協会設立を提案し、満場一致で可決された。こうして発足したのがロンドン日本協会であり、ディオシーは協会設立以来名誉幹事などとして皆無に携わる。1894年には、青木修造駐英公使の申請により、日本から勲三等旭日章が授与された。日清戦争を受け、イギリスで日本への関心が高まると、ディオシーは各地で日本に関する講演を行った。1898年には、新しい旭東を出版、好評を博して、版を重ねた。ディオシーが想定した真の効果。ザ・ニュー・ファー・イーストよりまた、ディオシーは、ドイツ帝国の元外交官である、マックス・フォン・ブラントが、ヴィルヘルム2世に教唆した、効果論に対して、三国干渉への正当化のための思想であることを指摘し、効果論の愚意が、ヨーロッパの諸国民よ、諸君らの最も神聖な宝を守れの詳細な解釈も言った。ディオシーは、ニュー・ファー・イーストで、軍事的な効果論にことを唱え、真の効果は安価で勤勉な中国人の労働力であることを指摘し、日本や清との友好を主張したが、ディオシーの思惑とは反対に、東洋からの経済的脅威として認識され、効果論への裏付けと代用されてしまった。1899年、ディオシーは夫人と共に初めて日本を訪問した。2月にロンドンを立ち、アメリカを経由して4月9日に横浜に到着、東京に入ると連日のように日本の各界要人の招待を受けた。4月20日からは名古屋、京都、奈良、大阪、神戸、宮島、江田島と各地を周遊、5月12日に東京に戻った。5月13日には新宿御苑でディオシーを迎えての園遊会が開かれ、ロンドン日本協会の日本人会員や英国滞在経験者、アーネスト佐藤講師をはじめとする在日イギリス人の約180名が出席した。その後、東京や横浜での講演を行い、日光での飛翔を楽しんだ。日本の新聞は、流暢な日本語を話し、都ドイツまでひねる、親日家のイギリス人を、おおむね驚きと好意を持って報じた。しかし7月28日、友人の一人と吉原遊郭を視察に訪れたことを、女郎街の修好と誤報される騒動もあった。8月5日、明治天皇に拝謁、日本協会設立以来の尽力に、ねぎらいの言葉を受けた。8月8日、夫妻は帰国の途に就いた。1901年、ロンドン日本協会理事長に就任、1904年まで務めた。かねて支持していた日英同盟が1902年に結ばれると大いに歓迎した。理事長退任後は副会長を務め、日英友好のための活動を続けた。第一次世界大戦が始まると、兵士募集のための講演や、戦地での兵士のための講演に奔走した。1921年5月、日本の皇太子、裕仁親王の訪英に際して、日本協会は盛大な歓迎パーティーを行い、ディオシーも列席した。ディオシーは、皇太子の謁見を受け、金時計を賜っている。1923年1月2日、滞在先のニースで没した。ありがとうございます。